では行きますよ。お腹が空いた。いつも腹ペコしおんちゃん。はい、見て。ふふ、これで小石の9連勝だね。ふえー、小石ちゃん強すぎるぞ。へへへ、フランちゃんも、始めた時より成長してるよ。次やったら小石が負けちゃうかもね。そうか。ならもっかいやるぞ、もっかい。さっきからこの調子で負け続けてるんですよね。なんか賑やかだな。何やってんの？あ、霊夢さん、ヨウムさん、さっきみんなで作ったオリジナルカルタで遊んでいるんです。霊夢さんたちも一緒にどうですか？カルタか、懐かしいな。幻想郷ではよく遊んだもんだ。ヨウムは昔、カルタ名人のヨウムとも呼ばれていたほどカルタが強かったのよ。君たち素人にこのヨウムが倒せるかな？へへへへ。そんなん初耳だわ。やればわかるさ。こいつが言ったことは嘘っぱちだってことだな。準備よろしいですかね？では、読み上げます。今年もやります。服が脱げるよ、ヨウムちゃん。おいー、なんだー、その読み札はー。はい、お先です。くっそー、小石ちゃんやっぱ強えぞ。ち、ヨウムお前、お前が横で思い出すからびっくりしたじゃねえか。思い出さずにはいられるか。なんだ、その悪意のある読み札は、一徳が今年こそは絶対脱がねえぞ。ガムカチャンネルの再生数が起きようが視聴者がリクエストしようがヨウムは絶対脱がねえからなー。あ、はいはい、わかったから黙れ。サナエ、次読み上げてくれ。うるさいのは虫だ。あ、はい。わかりました。畜生ね、ヨウムが取り乱すような読み札を。だがこんな小細工は二度と通用しないぞ。次はヨウムがいただく。はい、では2回戦、参ります。アリスさんの、バストはまさに、絶壁のごとし。誰がなんですってー。はい、また小石の勝ちです。よっしゃ、なんなのよ、その私を中傷してる読み札は。中傷ではなく単なる事実だと思いますが。黙んなさい、今度余計なこと言うと口を縫い合わすわよ。へいへい。さなえ、その読み札を作ったのはどこのドイツかしら？マリサさんです。オッケー、一曲らしめに行ってくるわ。だあ、びっくりした。これじゃまともにカルタもできやしない。あれくらいで動揺するとは軟弱なやつめ。お前が言うな。はいはい、3回戦行きますよ。霊夢さん、今回の動画で服脱ぎます。誰なんだよそれ！バカバカしい！ということで、バンカラマッチで敗北しましたら、霊夢さんには服を脱いでもらいます。やってんなこらー。このチャンネルのドンである霊夢さんを脱がせてただで済むと思ってるのか。そんなこともしやってみろ。霊夢青春派ファンが黙ってないぞ。そんなファンが一人としていないので安心してください。今視聴してくださってる方々の大半が霊夢さんの脱衣シーンを待ち遠しく思ってますよ。さなえ、私に何の恨みがあってこんなことするんだ。ふふ、霊夢さん、それはあなたが一番よくわかってるんじゃありませんか。は、まさかあれか。私がさなえの下着をこっそり使ってることがバレたのか。は、すまないさなえ、だって買いに行くのが面倒なんだもん。決して下着買いに行くのが恥ずかしいとか。そういうんじゃねえぞ。おい、お前は何を言っている？なんか、別なんやろ。他にはサナエのお風呂の下着をメルカリに出したり、ブラジア出版社にサナエの盗撮写真を売っ払ったくらいしか思い当たらねえ。サナエ、なんでそんな怒ってんだよ。あなたも何もかもに対して。ですかね。マジすまんかった。しかしだな、ここで脱ぐわけにはいかんのよ。でなきゃ今まで培った霊夢ちゃんは清純というイメージがぶち壊れる。許せサナエ、私のブランドのためにもここは勝たせてもらうぞ。田中チャンネルでは脱げば脱ぐほどブランド価値が高くなるジンクスを知っていますか？ブランド価値など犬でも食わしてろ。両手の準備したやん。寂しい喜びはいらない。その代わり一回絶望もない植物の心のような人生を、そんな平穏な生活こそ私の目標だったのに。一般通過殺人鬼さん。我がサブレコンシアハーガーアタックは狙った獲物は絶対に仕留める。そんな無敵のサブレコンを使い放題な今回の編成はサブ効率 3.8 クワットホッパーやチアハノーダサミ敵はストレスで爆散します。OK、クールになれ、白霊霊夢。試合はまだ1回の表、復習するのに十分時間はあるぜ。復習に打ちを抜かすより勝利するために大量の立ち回りをした方がいいと思いますよ。小石ちゃんの正論パンチ痛すぎるだろ。だがありがとう小石ちゃん。おかげで目が覚めたぜ。この試合負けたら全視聴者にヌード公開っていうやべえ試合だってことを忘れていた。私の復習心を揺さぶろうなどそうはさせんとさない。霊夢さんが勝手に復習に狂ってるんでしょ。一人芝居大好き白霊霊夢ちゃん。てか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 仲間がどんどん死んでいく。こらー、貴様ら勝手に死ぬなー。霊夢さんがろくに戦闘にも参加せず、後方からロボボムポイポイ投げてただけだったのが原因では。みんなしてそない私のこといじめんでもええやないか。私だって頑張ってんだよ。過酷なスプラしてんだよ。お前ら笑うな。こんな下手なプレイ動画で笑うこともこんなんだぞ。うわあ、ワンワンワン。小石ママ、みんなが霊夢のこといじめてくるよ。ああ、よしよし。うわあ、小石ちゃん、そんなゲス野郎によしよしなんてしてあげる価値なんてねえぞ。おいゴリラ小石ちゃんから離れんかい。バブブブブブブ羨ましいですか。小石ちゃんパワーで絶対何人でもこすれますわ。小石ちゃんしか勝ちませんわ。フランちゃんやきもき焼いてるのかわいすぎるだろ。そうこうやってるうちにゴールが目前まで来ましたわ。サナエさん残念でしたね。お危ねえ、悔しいでしょうね。悪いがこの試合勝って下山させてもらうぜ。どうなってるかー。ガード持ってます。決まりはどう？いや、あたし決まりじゃねえよ。だあ、もう潔いな。レイジアランクの短射程、武器どもがパワーも機動力も備わってるグラッド様に勝てるわけねえだろ。そない試合を終わらせたくねえんならいいぜ。お前らで決まる。やばいやばいやばい。ああ、こっからは召喚士もガードも決まりも倒さんぞー。あ、やっべー死ぬぞこれ。ちょちょいちょちょい待ちたきの方、ここでちょいと一服してっておくんなまじー。あ、ほら見て、ここにいい女が、ほら見ろっつってんだろうがよー。で、やっちゃららららららー。よー。あっちねー。どうギリギリじゃんかよー。ダメでしたか。はい、勝ちー。
ごめんなさない。どうやら霊夢さんが服脱ぐお約束はなくなっちまったみたいだ。はい、では2戦目スタート。ルールは抱き当たり、ステージは魔技術大学、グッチ先生は毎試合と同じ構成でお送りします。さない、話が違うぞ。何勘違いしてんですか霊夢さん。田中チャンネルは最低でも2試合構成じゃないですか。汚いぞさない。でもいいのかな。ここまでして私が勝った時、何もねえじゃ場が開けるぜ。何が言いたいんですか。互いにかけるもんがあって勝負ってのは面白くなんのさ。だが、お前は何もかけちゃいねえ。言いたいことはわかるな。ぐぬぬぬぬ、霊夢さんあなた。まあ霊夢の言うことは一理あるぞ。そしてさないに要求することは一つだ。小石さんの水着姿を公開しろ。わけがわからないです。どうしてさないさんに小石の水着を要求するんですか。だって小石さんの水着みたいし。いや、小石お二人の掛け事に関係ないじゃないですか。さないさんも何か言ってくださいよ。非常に厳しい条件ですが、これも致し方ありませんね。さないさん、まあ霊夢がそう言うんならしょうがないよな。フランちゃんまで、もう小石前々回の動画で水着姿披露されてたじゃないですか。いや、あれはフランの脳内映像という設定だったから実際には水着になっていないぞ。これでやる気も倍増したわ。さてそろそろ攻めるか。皆の衆はギザガザガザ、どこを狙っていい私はここだぜ。やだ、私強すぎはロタ。ヨットホッパーが強かったんですよね。ほらよ、これで決めてください。いい感じにゴール前陣取れて先制点取れそうだな。先制するだけじゃダメ。ここから何かけ追加点を入れることが最重要。そのためには私が復帰してくる敵をセッション。残り68まで進められたしままええわ。相手のチームはリッターバレルと光栄武器がいる分あたり回収能力はカスカス。そんでもってステージとしても光栄武器の懐に入りやすいので攻めも余裕。その後のあたりゴールに簡単に繋げられる。こんなん負ける要素なんて微塵もありませんわ。サクサクうーさ。相手さん頑張ってください。もう頑張って投稿できる問題じゃねえのよ。この時点で勝負は決している。助けて中断ストーカーよ。オッケーオッケー。じゃあ次の手を差し伸べてやろうか。これのどこが低いなのか。何を言う、死こそ最上の救済ですよ。相手は性の苦しみから解放され、私は辛く心が満たされてウィンウィンってこった。人の心とかないんですか。じゃあ人が苦しむのを見るのは実に楽しいもんぞ。ホッパーのシャクマまた転生してきやがった。何時サイド低いオンボだ。オッケー、これではアイコだ。お互いに低い救われましたね。あてかなんでいきなり相手の推しが強くなったんだ。あれおかしいな。こちらのチームパワーがさっきまでと。忘れないでどんな時も。何やってんだお前。もうバカ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 、なんで勝ってんのに待ち抜けるにゃ。あららー、おそらく回線落ちしちゃったんでしょうねー。あらー、それは仕方ないですねー。フラーン、お願いどうにかこのマッチに乱入して私を救ってくれー。無理ぞ、これー。よくよく考えたらあと残り30秒ちょっとこのゴールを守り抜けばいいだけなんだよな。それくらい簡単だろ。なんだって私は田中、あれちょっと思ったようにエイムが。何やってんのおい。新試合には残念ながら敗北してしまいましたね。霊夢さん、あわわ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 わ。それでは霊夢さん、敗北の代価を払っていただきましょうか。ちょ、たんまたんまたんま、待てって、まだ心の整理が。うわー、何見てんのよ変態。意外とスタイル良かったんだな霊夢。うせ、霊夢さんのスタイルが良かったなって人はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それとツイッターのフォローや支援イラストを書いてくださると嬉しいです。あと今回投稿が遅れちゃってごめんね。これからはちゃんと週2投稿していけるよう頑張りますので応援よろしくます。それじゃあね、ご視聴ありがとうございました。